ことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新、初見攻略やっていきましょう。ちょっと待って、この前なかったこれ。あ、蜂がある、蜂がある。え、ここの階って、この前、やったでしょ。おう、あー、でも敵多いな。ちょっと待って、えぐいえぐいえぐい、結構えぐい。おーい、すごいな。ちょっと待って、ジオマンサーどこ。いた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 。よし、いやいやいや、1階からなかなかむずいぞこれ。でもなんかね、覚えはある、覚えはある。1階がなんかこうすっげえ難しいここってあったもんね。で確かこの時ってあの序盤が難しくって後がすごい楽だった気がするのよね。ここは回復でしましょう。多分ね1、2回3回ぐらいまでかな。おーい、すごいのが来るね。よし、おっしゃ。あ、でも大したことないか。ジオマンサーもクリーパーもいないでしょ。あ、うん、大したことない。でも多分序盤の3回ぐらいまでかな、まあ、ちょっと難しいとは思います。ああ、2回楽勝。ああ、あ、コグイ、あ、コグいいね。乱射もいいけど、ここでコグ取れるっていうのはなかなかいいかもしんない。でしかも毒の雲が入ってて嬉しいね。で3階がここ、クリーパー来る。よしよし、まあ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 、来るって分かっておてればなんとでもなるか。おーい、よっしゃー、おーいって。ちょっと待て待て待て、むちゃくちゃ多いじゃん、クリーパー、むちゃくちゃ多いよ。あ、でもまあそんなもんか。 あっちにもいる。ちょっと爆破させましょう。 OK、 おい2回ダメージか。まあまあいいや。あとは向こうに渡ってな、渡りに行く。ここである程度倒しますか。よし、 OK、 はい、終わり。はいはい、まあ、3回クリーパー出るって分かってやれば全然なんてことありません。影の断片来てるじゃん。影の断片が来るシーズンはまあまあ結構楽なんですよね。でも今回は序盤が難しい。でもまあまあ、もう難しいところは抜けたと思います。うん、抜けたっしょ。お、ちょ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 、危ね。危な。終わり？いや、まだ出るよな。よし。意外と敵は多いね、やっぱり。敵はちょっと多めだけども、まあ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 、いけるっちゃいけるね。OK。あー、武器防具そろそろ変えたいかな。武器変えようか。あんまエンチャント良くないけどさ、初期よりもマシでしょう。
いや、ほんと良くない。ほんとに良くない。弓を入れとこう。あー、ヒューズも入れとけ。影の断片を早めに貯めときたいね。はい、よしよしよし。おー、やっぱいる？いるかなと思ったら、ちょ、おい、多くねえか？敵が多い。あぶね。あぶな。本当に危ない。よし、終わり。あー、多いね敵が。で、ちょっと初期防具じゃきつくなってきた。いや、でもこれじゃないんだ、これじゃない。あー、守護塔でもいらんか。いけ、初期防具きついよ。あー、これ凍結もらうと結構きついね。よし、オッケー。ちょ、いや、きついきつい。結構き、お、お、多すぎねえか敵が。敵めちゃくちゃ多い、ここ。しかもかなり強力。いや、これ刀じゃなくって強化メールを3回ぐらい取ってきた方がよ、良さそうね。ドラアーティファクトはね、いいのが揃ってる。揃うんだけども、あー、いやいやいや、ちょい、これきついきつい、結構きつい。もう防具が弱すぎて。いやー、防具弱い。変えたい。で、うーん、刀もね、ちょっといまいち。本当、あの刀と強化メール選べるところ、あそこは強化メールが正解だな。よし、オッケー。でも初期武器もきついけどね。亀に変えようか。うん、亀だ。攻撃力はなくなるけども、耐久は断然こっち。ナイス、オッケーオッケーオッケー。あー、矢がもったいないな。あー、もうあいつ2回ダメージもらうから基本的にやりたくない。よし、もうちょい、オッケー、オッケー、ナイス。ヒューズがすごく良かった。矢がもったいなすぎる。もう矢がね、17本しかないのに2個落としたな。もったいねえ。まあ、いい武器あるね。クレバだ。で、追い打ちと鋭利、でいきます。で、これはサプライズギフトを入れとこうか。よし、あんまり前にまだ出ない方が良さそうだけど、 OK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 、 全然
違うとこに行ってる全然的外れな場所に。よし、オッケーオッケーオッケー。どこまで行く？で、そういう時に矢を使うと若干もったいない。いや、もうそこまで火力がないから矢はそんな使わなくていいから。いや、今回序盤だけじゃない、ずっとなんか難しいよ。あ、で、ここで工具を新しくしましょう。毒の雲と、あ、嘘、ミスった。火属性入れようと思ったらちょっとひどいぞ今回、ちょっとマジでひどい。今回のシーン、マジで、あ、回復したって今。使った。あ、でもまあまあ、あの、影の断片がね。よし。使えるようになってるんで。よーし。ひでえ、ほんとにひどい。よし、ちょっと待って。オッケー。もう矢は極力使いたくないんだけど、もう仕方ないね。いやー、なかなかの難易度だ。これボス何が来る？怒り良くない。もう回復がさ、そんなにしないんで、矢筒に変えていきましょう。これもう火力上げていかないと、きついわ。ちょ、あぶねえ。ここでエンチャンターを野放しにするのは本当に危ない。よし、どう？まだいる。ああ、終わりか。はい。おお、なかなかきついぞ。ここはいらんね。で、ボスが来ないね。ボスが全然来ない。サプライズギフトを、100% 発生にして、鋭利で火力を底上げ。まあ、追い打ちでもよかったか、あの、弓は。追い打ちでもまあ、よかったでしょう。よし。何がいるかな、ここ。結構怖いな。よっしゃい。OK。待て。よっしゃー。食らいすぎ。ダメージむちゃくちゃあるじゃん。ほんと。はい、OK。いやー、きついね。終始きついよ。こんなシーズンも あったんだな。あーん、これ超ダメージ出るよ。オーバーチャージにパワーがついてる。いや、でもボス特化みたいな感じになるんでちょっと嫌かな。ソーブレード変えようかな。いや、瞬間火力は向こうが上か。影の断片もあるしね。このままいきます。いいエンちゃんと、おお、追い打ちか。若干ダメージは上がりますね。何が来る？オーケー。ちょっと待て待て。普通に戦うとなかなか厳しいぞ。OK。危ない。オッ
OK。 とりあえず出る場所が分かりさえすれば OK。 プレステ版は下からだね。下を速攻で倒してでこいつに貼り付けば大丈夫ですね。うん、いらんね。狼連れて行ってタンクにするっていう手もあったけども、まあまあいいでしょう。よし、おいおい、多いな、やっぱりずっと多いぞ敵が。で亀の防具もそろそろ変えたい。亀変えたいな。よし、亀がそろそろ弱くなってる。変えていかないと。よし、終わりかな。え、まだいる？あ、いた。よし、14回終了、折り返し。あ、防具変えよう。うん、エンチャントほんといまいちだけど、うん、耐久力は上がるんで変えていきましょう。最後の叫びは絶対入れちゃダメ。トゲ、うん、この影の断片の時とかはほんと最後の叫びはね絶対良くない。よし、次の商人が何だろうね。よし、結構嫌な感じだな。よし、 OK、 終わり。まだいる？ああ、ここか。終わり。まあ、序盤の方に比べると全然楽にはなってきてますね。あー、で勇者が来るか。あ、い、あおー、勇者に変えようかな。いや待って、武器も変えたい。いやいや、いい、うん、勇者だ。ちょっと我慢してここで勇者を変えていった方がお得だったね。エンチャントは全然良くないんだけどね。うん、あ、影凸があるか。まあ、影凸あるだけで全然違うわ。あ、なるほど、影凸勇者いい。 OK、 雑魚が密集した時に OK、影凸で一気にやってあげれば美味しいね。よし、痛い痛い痛い。16回終了。うんうん、結構ソウルも溜まってきた。いいね、影凸でいこう。ここはまあまあまあ良くないよ。良くない。商人で武器を上げよう。うん、断片との相性はこっちの方が断然いいんで入れとけ。よし、100、何になった。スタン2か、いらないね。よし、まあここは特に問題ないでしょう。ネクロが何体か来るかなっていう感じ。来ない？よっしゃ、マックスだったか、ソウルが。マックスまではならん。おっ、ここやばそう。 OK、
ネクロマンサーめちゃくちゃいい場所入った。よっしゃ、オッケー。最後の影と強かったでしょう。もう一気に溜まった。いや、今装備してるやつの方が強いね。あー、そうか。でもこっちを上げて、でここをこれ取るっていうのもありだな。ちょっと待てよ、ボスが来るなら虚無が、虚無、このままいきます。ボス次第なんだよね。別に虚無当てなくても倒せるぐらいのやつだったら、よし、キノコに変えていっていいし、まあ、そこはちょっとボス次第ですね。よし、はい。ネクロとかそういう面倒いやつは影化しての一発で倒しましょう。あ、ミスった。オーケー。影突にすると、いや、もう一気にさ、よっしゃ、ソウルが減るから嫌だよね。あ、でもまあまあ若干ミスしたところでなんてことないですね。 OK、 いきまーす。まだボスじゃないの。あー、公開に変えようかな。虚無はついてるし、なんか今日もついてるならこのキノコじゃなくてよかったな。一応エンチャント入れときましょう。そうね、キノコにした方がよかった。 OK、 よっしゃあ、いいね。やっぱ虚無がつくと強えな。よし、強い。よし、いいね。よし、おい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 、ちょっと待て。おい、ひどいのが来たね。終わり。最後のあれはきつかった。お、あー、乱射持っていってハープに変えるっていう手あるな。これ強いよ。そうか、こっちの方が良かったな、効果員よりも。あ、まあまあ虚無はないか。虚無はないんだ。でもまあ、え、いいでしょう。光を入れてもいいけど、ボス次第。何が来る？よし、オッケー、間に合った。間に合ってくれてよかった。いらんね。で、ここでどうしようか。乱射、おお、シャブ、いいね。弓が最強になった。弾数も230発あるんでいいかな。うん、影突もあるし。ならばもう、そうね、勇者を上げてよかったかもね。うん、勇者を上げていってよかったかも。えい、待って待って、おい、待て待て待て、危ねえ危ねえ。ちょっと待って、こいつだから
通しすぎる。よし、あとはこっから打てばある程度いけるでしょう。おーい、ちょっと待って待って、あそこのエンチャンターえぐいぞ。お前だけは無理だ。待て、よし、あ、ここか、影の断片がめちゃくちゃ役に立った。ないときつかったぞこれ。あー、途中釣り竿あったよね。釣り竿カトラスでこれ最強だな。変える、あ、いや、影の断片との相性はあんま良くないな。そのまま行きます。エンチャントポイント8、結構残ってる。なんか入れましょう。でも何入れる？うん、武器はもう全部入ってるんで、まあ防護かな。いや、光入れよ。うん、弓を強化しましょう。もうせっかくハープになったからね。うん、せっかくハープになったんで。オッケー、弓強化で。いいね、よし。ここはもう大したことね。あー、影とすりゃよかった。まあいいか、こういう弱いやつで固まってくるっていうのは。 OK、 影とチャンス。まだ来るでしょ。おいおい、終わり。いや、まだいた。よし、オーケー、終わりでしょ。はい、あー、いいね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 。ここはもう間違いない、ボーンクラブで。エンチャントでクリティカルと衝撃波で行きましょう。落ちないようにね、気をつけて。で、穴は先に開けとけば落ちてくれて、ラッキーな時が結構ある。よし、いいよ。やっぱハープいいな。ハープむちゃくちゃ強い。で、光で回復もするしね。 OK、 いいよいいよ。まだ出るでしょ、こちらへん。いいね、若干なりとも落ちてくれるとラッキー。あと上で俺、うわ、いやいや、まだいるまだいるまだいる。結構出るぞ、結構湧く。うおいっておいってなんでよ。あ、もうローリング意外と苦手なんすよねこれ。よし、終わり終わりだ。はい、あー、でキノコが来るか。虚無ないんだよね、こっちには。虚無がある。いや、いらん、いらん。うん、いや、僕変えようか。もう影凸いらんし。うん、耐久力上げよう。 OK、 いきます。
スイッチを押して、うん、ボーンクラブクリアもう、ちょっと待ってよ、OK、おっしゃ、OK、OK、いいね。多いからなんかじりじりと減っていく HP が。でもまあまあまあいけるね、まだいける、まだいける、いらん、いい、いいね。27回、だったらもう遠目からハープを連発してなんとかしましょう。はいはいはい、オッケーオッケー。おなかなか嫌な場所だね本当に。やべ、矢はめちゃくちゃ出てきた。よし、300本ぐらいあるんじゃない、もうね、300ぐらいある。うーん、いらん、あ、いらん、いい、いい、いけ。最後になんか超強力なやつ来ないかな、ブルみたいな。でも怒りは嫌だな。星夜の高パワーが出てきてくれれば結構面白いかな。うん、よし、すごいな本当に。よしよしよし、光で全然回復する。光 は発動率がね 50% なんで強い。おーい、強、これこの乱射強い。変えよっか。いや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 、いいいいいいい、うん、ここで、いやでも武器の方が絶対いいよな。こっちも強いけどね武器。うん、影の断片を生かすために武器の方を上げました。なんだ変なやつ来んなよ、変なやつやめてよ。ラッシュだ。ジャックなレースやめろよ。2体。よし。お、ちょっと待って。オッケーオッケー。回避力高えな。お。次で決めたい。よっしゃ、オッケー。いや久しぶりにあいつ出てきた気がするね。どうだ、うわ、よくない。霊気に冬、うん、全部よくないですね。はい、今シーズン結構難しいかもしれません。頑張っていきましょう。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。